時川町は埼玉県の中部に位置し、比企群に属する町。人口は約1万千人。町の大部分は、外秩父山地に属するが南西部は岩戸の丘陵の生誕に位置する。時川村歴史も参照第二庁舎一部事務組合過去に設置されていた一部事務、組合中学校小学校市外局番は、町内全域が0493。 同一市外局番の地域との通話は市内通話料金で利用可能。収容局は埼玉玉川局、時川局。郵便番号は町内全域が355から 03XX である。なお、後日のバスを利用して東武鉄道東上本線の武蔵嵐山駅にも出ることができる。これらの駅まで行くことにより、 川越など県内の他の地域、東京都心部へもアクセスできる。時川町路線バスは、もともと、東部バスの町内を走る路線が、モータリゼーションの進行で、1974年3月に、名里市駅、大野線が廃止されたのを川切に順次廃止されて、いったため、廃止代替バスとして、合併前の旧玉川村と、旧時川村が、運行開始したものである。 東武バス時代末期の1980年代中頃には、西平、または田中から、小瀬駅、小川町駅、東松山駅、坂戸駅へ出る4路線が存在しており、東松山駅からの路線は、入出庫の関係で一部が田中を経由して、小川町駅まで運行されていた。東松山駅へ出る路線は、東武バスが、町外の東松山駅国際婦人会館に、 短縮して、運行を継続、同じく、坂戸駅に出る路線は、坂戸駅大橋間に短縮して、運行継続したため継承されずに、代替バスとして残ったのは、小瀬駅と小川町駅を発着する路線のみである。当初は、小川町に営業所を持つ武蔵観光バスが、担当していたが、2007年により、時川町内に営業所を設置した、イーグルバスが担当するようになり、新たに、 武蔵嵐山駅へ出るルートも開設され、セセラギバスセンターを中心発着地とする、時川町路線バスと名称を変更した。時川町乗り合いタクシーは、町内の2019年10月1日から運行を開始した。タクシーの営業区域は、県南西部交通圏で、川越市、所沢市、東松山市、飯能市、和光市などと同じエリアとなっている。 県道飯、e、い森峠に埼玉県域民放 FM 局 NAC5 の送信書がある。ありがとうございます。